この二人に関しては思ったより無害そうだな。真面目そうな顔して脳内では危ない妄想を繰り返しているに違いない。お前はバスケットに打ち込んでいる真面目な青年と、凛太郎は過大評価をしていたが、姉ちゃんが撮った写真僕も見たい。チッ。おい、何のつもりだ。